なんだろう、取り込み中か。桃、これはイノのノポントラブルセンサーがビンビン反応してますもん。きっと一大事ですもん、ご主人殿。速やかに聞き込み開始ですもん。ああそうだな、聞くだけ聞いてみようか。桃、これはイノ様、それにお供の方々も。さっきの集まりは何？キャラバンの緊急集会も。キャラバン全体で問題が起きたら代表同士でミーティングするのが習わしも。つまり何らかの問題が発生したと。やだもう、お見通しも、ほんと困ったちゃんなのよもう。ノポンの問題はイノの問題ですもん。ぜひ話を聞かせてくださいも。桃、さすがイノ様、頼もしい限りも。とはいえ今回は100年に一度級の厄介事も。なぜならば我らノポンの天敵ノポンイーターが現れたんだも。なんとノポンイーター。なんだそのノポンイーターってのは。ノポンイーターは名前の通りノポンばかりを襲う超極悪モンスターですもん。イノにとっては宿敵中の宿敵、因縁の相手というやつですもん。さっきのミーティングで聞いた話じゃ、モルクナ大森林のキャラバンでやつの目撃情報があったそうも。すでにペロリンチョされたノポンもいるとかいないとか。もう怖いったらないもん。夜中におトイレ行けなくなっちゃうもん。もう悠々しき事態ですもん。しかし居場所が分かってるならこっちのもんですもん。聞いての通りですもん、ご主人殿。このままではノポン絶滅の危機ですもん。今こそイノたちの出番ですもん。ノポンの皆さんに代わってノポンイーターをぶち倒しますもん。ああ、放ってはおけないな。俺たちで何とかしよう。大助かりも。でも押し付けちゃったみたいでちょっと申し訳ない気分も。何をおっしゃりますもん。皆さんを危険にさらしてしまってこちらこそ申し訳ないですもん。イノはノポンの守護者として作られた人工ブレイドですもん。だから何も気にしなくていいですもん。それで俺たちはモルクナ大森林のどこに向かえばいい。まずはエンダド峠のキャラバンでケハケバーを訪ねるといいも。ケハケバーが最初の目撃者らしいも。承知ですもん。ケハケバー殿なら昔荷物運びのお手伝いをした仲ですもん。よし、エンダド峠に出発だ。ノポンイーターか。一体どんなモンスターなんだ。とにかく凶暴で見境のないやつですもん。思い出すだけで腹渡にえにえですもん。ご無沙汰してますもん、ケハケバー殿。お久しぶりですもん、イノ様。その説はどうもでしたもん。テルニー殿に聞きましたもん。ノポンイーター討伐はイノたちにお任せですもん。ノポンイーターを目撃したのはどのあたりなんだ。あいつを見たのはインビディア参道でしたもん。とにかく目についたノポンを片っ端から襲いまくってますもん。でしたもん。テルニー殿に聞きましたもん。くぬぬぬー、なんと痩せですもん。か弱いノポンをいじめるなど、たとえ天が許してもイノが
許さんですもん。ご安心を、ケハケバー殿。今度こそイノたちがあやつに引導を渡してやりますもん。相変わらず頼もしいお方ですもん。やはりイノ様はノポンの希望ですもん。そうと決まれば急ごう。さらに被害が増える前に。はいですもん。ダッシュで向かいますもん。ご安心を、ケハケバー殿。今度こそイノたちがあやつにやりませんもん。思ったより深刻みたいだな。俺たちで何とかできればいいけど。様は。そうと決まれば急ごう。いましたもん。あやつがノポンイーターですもん。そこまでもん。ノポンにあだなす極悪党、ここであったが運なんめですもん。今日こそお縄にして鳥の刺身にしてやりますわ。覚悟するがいいですもん。てっ、こっちを見て。ありがとう。このまま攻めよう。相変わらず見事だな。こっちに来やがれ。ランス、気合が入ってるな。エアファイブクター、全てを断ち切る。ボタンスターム、ハンマーヘッド、激浪、こいつでどうだ。ストライクエッジ、ディメンジョンボルテックス、ワイドスラッシュ。動きが二部中になってますもん。あともうちょいですもん。よし、このまま畳みかけ。不利を悟って逃げたか。おのれ卑怯者。うー、ご主人殿、どうにかならんのですもん。どうにかしたいけど、さすがに空へ逃げられたら俺たちには手の出しようがない。殿に飛んでもらって、イノたちを空に運んでもらうというのは。そんなことできるわけないだろう。ちょっと冷静になれって。悔しいけど、私たちにはどうしようもないよ。なんたることも。あと一歩で取り逃がしてしまったもん。イノはダメダメのポンコツブレイドですもん。穴があったら引きこもりたいですもん。お前さんのせいじゃねえって、あんま思い詰めんなよ。イノ、気持ちはわかるけど先にやることがある。そうだろ。あ、そうでしたもん。ご主人殿の言う通りですもん。皆さんがご無事で何よりでしたもん。ここからはイノたちが責任を持ってキャラバンに送り届けますもん。ひとまずノポンイーターのことは後で考えよう。はいですもん。でもやっぱり悔しいですもん。イノ様。テルニー殿、どうしてここに。負傷テルニー、イノ様のお手伝いに来ましたも。イノ様におんぶ抱っこばかりじゃキャラバンのポンの名が廃るも、今こそ男を見せる時も、恩返しのバーゲンセールといきますも。テルニー殿。ぬむ、イノ様、何やら落ち込みムードも。実はカモカモシモシモで。
もう逃げてしまったも。くん、なんと憎らしいトリコも。今ので通じたのか。面目次第もありませんも。イノは守護者失格ですも。とにかくもう一度ノポンイーターを見つけないと。だがそうは言っても空を飛ばれては追跡のしようがない。あちこち回って偶然ばったり出くわすくらいしか方法はないってか。はあ、くそ、逃げられさえしなけりゃ確実に仕留めてたってのにな。もうテルにひらめいたも。要するに逃げられなければいいってことも。ああ、少しでも足止めできればきっと勝ち目はあったはずだ。かしこまりも。ならここは花粉玉の出番も。花粉玉ですも。ノポンの皆さんが大好物の。イノ様、花粉玉にもいろいろありますも。ご存知、うまうまな花粉玉に。ちょっと危ない感じな、ご金星の花粉玉などなども。なんと、イノ知らなかったですも。キャラバンの裏ラインナップなので、イノ様が知らないのも当然も。で、その危ない方の花粉玉とやらがノポンイーターに効くっていうのか。そのはずも。しかしここは念には念をで、ご金星花粉玉の効果増し増しスペシャル版を作るも。そいつをぶちかませばノポンイーターもフラフラになって逃げるどころじゃなくなりますも。つまりその花粉玉でノポンイーターを前後不覚にする作戦か。ナイスアイディアですも。これでもう勝ったも当然も。待て、その肝心の相手がどこにいるかが問題だろう。そこもテルニーにお任せも。実はちょっとしたつてがありますも。なんとテルニー殿、今日は絶好調ですも。事態が好転してきたな。この調子ならうまくいくかもしれない。ごもっともですも。流れ来てますも。そうと決まれば花粉玉作りの準備にかかりますも。テルニー殿、お手伝いできることはありますも。イノ様たちには花粉玉の材料になるお花を取ってきてほしいも。質のいい花ほどヤバヤバな成分が、口が滑ったも。とにかくたくさんあればあるほどありがたいも。了解ですも。超特急で積んできますも。ノポンといえば花粉玉、花粉玉といえばノポンですも。切っても切り離せない関係ということか。なるほど、興味深い。ご苦労様でしたも。これだけあれば十分も。では早速ちょっとだけお待ちくださいも。あらやだも、皆さんとっくにお集まりも。おきにい殿、もしやテルニー殿にご用事ですも。ちょっとやだも、テルニーから何も聞いてないも。オキニーはイノ様が困ってるって聞いてノポンイーターの居場所を調べてたのよも。まさか突き止めたのか。そりゃあった、もちろんも。だからこうしてお知らせに来たのよも。すごいな、一体どうやって。もう
キャラバンの井戸端ネットワークを甘く見ないでほしいもん。お気にの手にかかれば、あなたのほくろの数だろうとなんだろうとすぐに分かっちゃうもん。お待たせも、テルニー的に会心の敵でしたもん。花粉玉できたのか。なんのんも、ただの花粉玉じゃないもん。名付けてテルニー特製スペシャル花粉玉ですもん。な、うん、くっせー。どうしましたも、何がくっせーなんですも。ふん、ノーポン以外にはちょっと刺激が強かったかもしれない。これがちょっとだと。さあさあ、イノ様、どうぞ受け取ってくださいも。このスペシャル花粉玉に我らノポンの希望を託しますも。感謝しますも。ノポンの希望、確かに受け取りましたも。さあご主人殿、これは。え、イノの大事なものはイノのドライバーに持っていてほしいですもん。あ、いや、悪いけどこれはさすがに。おいおい、そこまで言われてイノの頼みを断るってのか。ドライバーとやらはノアなんだ。君が責任を持って管理してくれ。ノア、頑張れ。あと早くそれしまってほしいかな。参ったな。覚悟を決めるも、ノポンの命運はノアとイノにかかってるも。わかった、俺が預かるよ、スペシャル花粉玉。もとい、ノポンの希望を。その言葉を待ってましたもん、ご主人殿。ノポンイーターはエルティア界のアヌ群島に逃げたそうも。チャンスは今しかないも。アヌ群島、そこが決戦の地ですも。さあご主人殿、いざ行かんですもん。ああ、行こう。できるだけ早く。いつまでそうしてるんだ、置いてくぞ。おい、まだ匂ってんぞ。とんでもねえ代物だな、花粉玉ってのは。花粉玉じゃありませんもん、スペシャル花粉玉ですもん。いたぞ、ノポンイーターだ。むむむ、またしてもノポンたちを。許すまじですもん。ご主人殿、スペシャル花粉玉の準備を。大丈夫だ、いつでも行ける。行くぞ、みんな。え、今度は逃がさねえからな。ありがとう。そらぶっ飛べー。つるよ、できない。ふっ、テールファング、このまま攻めよう。相変わらず見事だな、ミオ。抑えきれない。はい、こっちを見て。ありがとう。ハンマーヘッド、エアファング。また逃げるぞ。ご主人殿、こいつでどうだ。よし、狙い通りだ。あれ足止めはできたが、だいぶ怒らせちまったようだな。これはこれで厄介ね。
大丈夫だ、イノ。ご主人殿。俺たちならやれる。ここで決着をつけよう。はいですもん。ドライバーとブレードの力見せつけてやりますもん。助かった。このまま攻めよう。ミオ、その調子で行こう。激浪容赦抑えてきない。急所をついた。こっちを見て、期待に応えるね。力をディメンジョン、リッパー、激浪エアファング。バレッキが怒ってるみたい。スイング、タキオンスラッシュ、ワイドスラッシュ。急所をついた。ノアに負けてられないね。ハンマー、どんどん攻めていこう。セナの力高まってきた。調子が出てきた。急所をついた。抑えて。みんな準備はいいか。いいの。承知ですもん。はあ。ご主人殿、やりましたもん、やりましたもん。ああ、俺たちの勝ちだ。イノ様、スペシャル花粉玉作戦、うまくいってよかったも。あら、いやだも。これで安心して商売できちゃうも。じい様の、じい様の、そのまたじい様も、ノポンイーターには手を焼かされてましたも。きっとじい様たちも、その辺の陰で大喜びしてますも。イノだけの力じゃありませんも。全ては皆さんの協力のおかげですもん。本当に感謝しかありませんもん。これで一件落着だな。ご主人殿もお疲れ様でしたもん。最後の美味しいところはノアとイノに持ってかれちまったな。そういえばあの時の二人の攻撃やたらとすごかったよな。確かにな。心なしか二人とも光っているようにも見えたが。そうだったのか。あの時は無我夢中だったからな。あれこそまさにイノたちの絆のなせる技ですもん。ドライバーとブレイドは一心同体、二人の力が合わさればパワーは無限大なんですもん。ってマスターが言ってましたもん。無限大か。本当にそんな力が俺たちにあるのなら、ノポンも人も、あるいは世界そのものを救うことだってできるかもしれないな。かもではなく、いっそ救っちゃいますもん。きっとできますもん。イノを信じますもん。ああ、もちろん信じるさ。頼りにしてるよ。はいですもん。イノにどんとお任せですもん。ご主人殿がイノのドライバーで、本当に。